2023年3月18日、相鉄東急直通線が開業。首都圏の広域鉄道ネットワークへ、都心がぐっと近くなる。相鉄東急直通、相鉄東急直通線つながります。相鉄東急直通線の方向がすごい。相鉄東急直通、都心部、埼玉、横浜、新幹線など快適なアクセスが実現します。相鉄東急直通、相鉄東急直通線つながります。相鉄東急直通線の方向がすごい。相鉄東急直通、三田線、南北副都心、甲状線など膨大な鉄道網が形成されます。くだらぬ側から最速11分、ビジネス旅行がよりスマートに。オフィス学生街にも直通し、通勤通学便利になります。レジャー、観光、買い物、お食事、移動がますます便利になります。首都圏の広域鉄道ネットワークへ、都心がずっと近くなる。18日、相鉄東急直通線が開業。首都圏の広域鉄道ネットワークへ、都心がぐっと近くなる。相鉄東急直通、相鉄東急直通線つながります。相鉄東急直通線の方向がすごい。相鉄東急直通、都心部、埼玉、横浜、新幹線など快適なアクセスが実現します。相鉄東急直通、相鉄東急直通線つながります。相鉄東急直通線の方向がすごい。相鉄東急直通、三田線、南北副都心、甲状線など膨大な鉄道網が形成されます。